口札幌ドームの後には荻野を休ませるようにしていた。怪我がしやすいので。ホームでもないチームにこれ言われる球場ってやばくねえか？どんだけ負担やばいねん。クソドームやからしゃあない。クソ球場すぎる。すまんな、あと1年の辛抱や。フル出場じゃなかったっけ？途中から試合出てたんか？タカさんと井口のラジオおもろかったな。松川にクソほど期待してた井口。井口選手の走行距離や人工芝負担をデータとして出している。札幌ドームは本当に負担がかかる球場。アウェイのやつにここまで言われる球場やべえよ。ハムは散々メジャー式球団経営打ってどやってて、こういうとこのデータ野球は採用しないんか？あえて球場を名指しは草。日ハムさんサイドも出てくからもう気を使わんでいいやろの精神やな。バンテリンでも同じこと言えそう。札幌ドームの試合を休ませればいいのでは。かもってる相手でポイント稼がなきゃ。あのくるくる人工芝ならこうなるのものことを。さすが知ってんじゃん。ダートウマやん。言うほど硬そうか？さあ、日ハムファンの皆さんは。本当にエスコンに移ってよかったかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。